今朝スクリーニング PCR 検査では赤月健也が新型コロナウイルスの陽性判定を受けたと発表がありました。いやー、ついにキャッチャー3人目ですか。もう選手がいませんよ。この新型コロナに関しては無症状の選手も多くて何とも言えないところなんですが、ルールはルール、試合出場はできないと。仕方ない部分はあるにしても、開幕一軍の捕手全員がコロナ陽性、もうこんなん試合できませんって。中島監督は4月10日のロッテ戦後、今いるメンバーでベストを尽くしたい、誰もが戦力のはず、負けたらどこかに原因がある、そこを追求していきたいと語っていましたが、怪我人含めて離脱者も相当なレベルで出ているのに捕手全員コロナ陽性、どうやって試合しろと。もうキャッチャーいませんよ。1軍でマスクをかぶった経験があるのは松井雅人のみ。先週まで2軍にいたメンバーが全員1軍にいる。オリックスだけ2軍が1軍で試合してる。さすがにしんどい。楽天球団の協力もあり、4月12日からの楽天との3連戦は中止となりました。しかしそれでも主力選手が大量に離脱している現状は変わりません。当分は苦しい戦いが強いられそうです。ただもともと主力選手は不調でした。そう考えるとチーム状態をリセットするチャンスでもあるとポジティブに考えていきたいと思います。大量の離脱者と吉田杉本の不調も重なり、なかなか点が取れないチーム状態、どうするのか。もう逆にここまで来たら調子のいい選手を使うしかない。中川、西野、西村、正直もうチャンスないかなと思ってたんですが、来ましたよ。彼らにとって最後のチャンスかもしれないです。調子も良さそうです。そこに期待しつつ、ピッチャーマジで頑張れ。もうそれしかない。ご視聴ありがとうございました。